ちらバトルさんの、メインの受付では中華スープをご自由にどうぞというサービスがある豆知識。さああと15分あるっていうのでもう1ゲームをやるという頭はなく、わーい休憩が15分増えたぞ一体何をしに来てんだ我々はね、はい、でここでなんつうこうやって個人のフリーマーケットもやってるわけですね。個人がこうやってまあ、多分朝カウンターに受付に申請しての話だと思うんですけど、こうやって何がいくらって分かりやすい感じで、うん、個人のフリーマーケットね。お何これバトルグッズなの？いや多分中古品の古着でなんです。ほうそうですか。いやいやということでこちらカレーライス我々のお昼の準備。ね、待ちましょう。そして今日はこちらの屋台が来ております。いいですね、冷やしうどん500円、ね、素晴らしい。いやいやいや、さあであそこにいるのが今回のチームトルーパーズサバゲーのグダグダな面々準備ができたみたいなのでカツカレーを取りに並ぼう。お昼は冷やしうどんをゲット、はい、ありがとうございます、はい、じゃん、あ、すいませんすいません、ありがとうございます。じゃーん、好み焼き棒こぼさないように持っていこう。うん、大丈夫ですよ、うんうん、あ、こぼさないで、うん、あ、これカツカレー、バーン、さあ食べよう。こぼさないようにしないと、はい、ということでバトルさんの昼飯、昼ご飯、今日はサバゲーといえば冷やしうどんこちらをゲットしてこちらを食べたいと思います。うどんはね、うどんっていうのはね、まあ、好きなんですけど作っても食べてもすぐ終わっちゃうっていうイメージですねこれで果たして足りるか、追加、まあでもあんまり昼食べ過ぎると昼寝するしかなくなっちゃうからあんまり食べ過ぎないようにしてね。皆さん唐揚げ弁当やらカツカレーやらおのおののやつ、カツカレー人気だな。カツカレー以外にした人っているんですか？あ、さすがノブさん。唐揚げ弁当ですか？レオ君何？カラカレー。うわ、変わり者。唐揚げカレーするこわざわざ。イケメンだ。そうね。イケメンだからしょうがない。見て、ひなた丸さんの頭の悪そうな歩き方ちょっとダメだ、みんなの素顔が映ってしまう本当に。うまい。ダイエットはもうやめたの？やめた。いや、なんかしょうもないな。ひなた丸さんはダイエットをやめたと。やめました。うん、お腹すいちゃって、なんか今だいぶそんなこと言ってました。でもさ、これ改善してたから。うまっ。うん、あ、これ結構暑いから冷やしうどん大正解。あ、カレーうめ。うん、ごめんなさい。まあ、32歳。
車来たでしょ。車来たかった。それも来たでしょ。やってますね。あんまりテレビ見ない。何見てんの？午前中サバゲー公開。マクさん見てる。ルーパーとサブチャンネルを見てる。サブチャンネルってあんまり上げてない。いやいやいや。お兄ちゃんの。もちろんあの、もちろんあの、ご親類の方も拝見させていただきます。あ、そろそろできたかな。多分してくるよ。大沢さん食うの早っ。うん、めっちゃ綺麗に食う、うん、あの社長方針。あ、こっちにご飯。ライスをルーにと。あー、よく見てますね。大ファンですから。いやいや、カレーうめえマジで。はい、ということでごちそうさまです。あと何かあるかな。ちょっとウィンドウショッピングしていきたいと思います。ということでバトルさんでの、キッチンカーでの冷やしうどんを食べました。最後まで見ていただいてありがとうございました。